これで終わりか。傷一つなくことを済ませるとは、この子を見ていると天才と呼ばれていた自分が惨めに思えてくるわね。あと少し、ほんの少しで私のもの。第4章、蛇結成。どうですか、サスケ君は。いい感じだわ。私好みの忍びになってきている。それでは。ええ、近く転生の儀式を。オロチマル様。これは。体がだいぶ衰弱なさっている。これだとランク10の薬を投与しないと。ボロボロだわね、この体。薬を取ってきます。少々お待ちください。転生の儀式、早めないとまずそうね。私に何か用？もうあんたに教わることは何もない。俺ここで始末する。やっぱりそうきたわね。オロチマル、あんたは俺より弱い。言うじゃない、ウチハのひよっこが。ひよっこじゃなきゃ手に入りそうになかったんだ。イタチが無理だった。だからひよっこの俺を狙ったんだ。だが所詮あんたには無理な話だった。ウチハの名を超えるどころか届きもしない。どんな天才も、いくらあんたでも、ウチハを前にすれば凡人になり下がるのさ。オロチマル、あんたじゃ俺に勝てない。もはや俺の体を手に入れることなど不可能だ。なめられたものね。いくら吠えたところでひよっこはひよっこなのよ。見せてあげようじゃない、あなたと私の力の差を。やってみろ、お前じゃ無理だ。ここまで私をコケにしたのはあなたが初めてじゃないかしら。サスケ、その体いただくわ。Oh!
その程度だ。拍子抜けもいいところだ。お前の負けだ、オロチマル。負け？私は不滅。その程度で私は倒れない。なんだここは。ここは私の中にある異空間。ここで転生の儀式を始めるのよ。さあ、いただくわ。シャリンが。ついにあの力が、ウチハの力が私のものに。転生の儀式を受け付けない。 ありえない、そんなこと。ここは私が作り出した空間よ。オロチマル、お前のいかなる術もこの目の前で分かってるはずだろ。もうこんな血を這いずる蛇が空を飛びたいと夢見たところで、所詮無理な話。それでもどうにかしたいと巣の中のひよっこを狙っていたお前が、逆に狙われていたのさ。これから空高く飛び立つ鷹の目にな。こんなことがあってたまるか。私は不死のオロチマルだぞ。こんなところで私はこの世を解き明かす者、すべてを手にする者、私は。お前の力、俺がいただく。カブトか。オロチマル様。まさか君は。奴は俺を狙っていたが。逆に俺が奴の全てをいただいた。それじゃあオロチマル様はもう。行くか。
ついてきていることは分かっている。そろそろ出てこい、水月。へえ、僕がついてきてるってよく分かったじゃないか。さすがはうちはサスケだね。それにしてもひどいじゃないか、僕を置いてくなんて。言っただろ、ついてきていることは分かっていると。分かっててそのままにしてたってのかい。結構性格悪いよね君。水月、このまま俺についてこい。お前は戦力として計算できる貴重な存在だ。僕のことを評価してくれるのは嬉しいけど、目的は何だい。今は何も言わずついてこい。すごい上からの物言いだよね。そういうのまずは僕よりも上だとしっかり証明してからにしてくれないかな。別に君のことは嫌いじゃない。ついていくこともやぶさかじゃないけどね、こういうのは初めが肝心だと思うんだよね。君と僕のどちらが強くて上なのか。いいだろ、それでお前が納得するなら。いいね、その考えの柔軟なとこ。さっさとやるぞ、時間が惜しい。これで分かっただろう。なるほどね、君が強いのは昔から噂で聞いてた。それがいいよ、ついてくよ。で、これからどこに向かうの。これくらいは答えてくれるよね。南アジト、そして北アジトに向かう。え、ということはもしかして。ああ、あと2人、カリンとジュゴを連れていく。ああ、僕はあいつら好きじゃないから仲良くはできないかもよ。特別仲良くする必要はないが、協力はしろ。まあ、努力はするよ。それで、どっちから行くの。まずは南アジト、
カリンに会いに行く。あの女か、苦手なんだよね、あいつ。どうしたの？そこに何かあるわけ？かい。へえ、こんな仕掛けがあったんだ。よそ者をアジトに近づけさせないためにオロチマルが施した忍術だ。行くぞ。はいはい。あれ？これって。結界だ。南アジトに人を近づけさせないためのだ。こう霧が深いと先に進みづらいよね。どうすんの？まずは結界を解く。どうやって？この近辺に3枚の札があるはずだ。そいつを全て剥がせば霧はなくなる。なんだ、簡単じゃないか。とりあえず慎重に行くぞ。ついてこい、水月。あったあった。次行こうか、サスケ。見つけた。あと1枚だね。これで最後だね。よし、霧が晴れたね。先に進もうか、サスケ。いや、最後の仕掛けが残っているようだ。お？僕らの偽物？結界が解けてもただでは先に進ませないというわけか。面白いね。ちょっと暴れたいと思ってたとこだし。さっさと倒して先に進むぞ。わかってるよ。僕がやろうか。任せなよ。
もっと楽しめると思ったのに。とんだ肩透かしだね。そう思うだろう、サスケ。南アジトに向かうぞ。ああ、少しは相手をしてくれてもいいと思うけど。ようやく着いたね。入るぞ。さてと、あの女はどこに。やっぱりお前らか。げ、久しぶりだな、カリ。オロチマルが死んだって噂は耳にしていたが、あんたが単独で現れたってことは噂じゃなかったってことか。そういうことだ。で、一体何の用があってここに来た。単刀直入に言う。カリン、俺についてこい。お前の力が必要だ。はあ？なんでお前なんかに。うちはここを任されてるんだよ。オロチマルはもういない。捕まえてる奴らはどうするんだよ。水月、このアジトに捕らえられている奴らを全員解放しろ。やれやれ、相変わらずの命令口調だね。まあいいけど。これで監視役も必要なくなるわけだ。どうする？行く。決断が早いな。よく考えたら、見張りも飽きちゃってたところだし。だから、うちもサスケと一緒に。じゃあこれからカリンも一緒だね。水月、お前囚人たちを解放しに出て行ったんじゃ。何慌ててんだか。僕は牢の鍵のありかを尋ねに戻ってきただけだよ。ブランク。でもまあ目的達成だね。よかったじゃない、サスケ。うちはついていくとは一度も。なんだ、結局ついてこないのか。行くよ、一緒に。面倒なやつだと思ってたけど、案外可愛いとこもあるじゃないか、カリン。てめえ、水月！さっさと次の目的地に行くぞ。水月、早く囚人を解放しろ。はいはい。っていうかカリン、早く鍵の場所を教えなよ。うるせえな、うちに命令するんじゃねえ。あとは15だな。次はどこに行くんだ。確か北アジトに行って15を仲間に加えるんだっけ。まずは東アジトまで戻るぞ。ちょっと待て。お前らあの15に会いに行くつもりなのか。そうだけど。悪いことは言わない。それはやめとけ。あいつは簡単に仲間になるような玉じゃねえぞ。知ってるよ。一度手合わせさせられたこともあるし。でもサスケが仲間にするって言ってんだから仕方ないでしょ。
行くぞ。ちょ、おい。ほら、行くよ、カリー。